優勢なんだろうね。まだわからないな。だが圧倒的だった力の差を孫悟空が一瞬で飛び越えたのは確かだ。そして今この瞬間にも戦いながら進化している。弾かれるたびに早く鋭く大一撃を地面に与えている。信じられない。地面にここまで追い迫る者がいるとは。ありえん。あってはならんことだ。うー